東帝、三木東帝三木は、秦の官僚。字はこれちか、または、号は妙吉上室老人、強目老人。甘肃省高寧府の出身。1801年、進士となり、官銀院編修となる。その後、浙江省寧波、陝西省延安、仁連林、西安などの知府を歴任し、さらに、湖北あぜち、広西府政使、陝西あぜち、陝西府政使の職に就いた。1826年に安徽巡撫に昇進し、1835年には両校総督に就任した。両校総督に就任した当初は、アヘンの多喩金論を唱えたが、広州でのアヘン吸引の害が拡大するのに伴って、立場を変えて、現金論を主張するようになった。金砂大臣、林則助が広州に到着すると、東帝三木は、林則助のアヘン密輸取締りに協力した。1840年、摂総督に転任になった。アヘン戦争が勃発すると、東帝三木は、福建省の海防を強化し、7月2日には、アモイで、イギリス軍を撃退した。だが9月28日、戦況の悪化と、イギリス側の要求で、東帝三木は解任され、伊利地方へ流罪となった。しかしほどなく再起用され、陝西巡撫となった。1846年、西安で病死。遺体は、高寧の麒麟門外に埋葬された。東帝三木は詩文を良くし、農書家としても知られていた。著書に、草硯採詩抄がある。ありがとうございます。